はい、こんにちは。はい、今日紹介する商品はこちらです。じゃーん、なんて書いてますかね。カモワッチテンチョです。はい、あ、もう値段も書いてますけどね。はい、カモワッチテンチョをちょっと開封して開けていきたいと思います。これはですね、まあテントといえばテントなんですけど、テントとポンチョってあのカッパみたいなやつですね、あれが合体した形のものになるんですけれども、重さをちょっと測ってみると、はい、と、おお、 572g です。はい、ということで、まあこれを買った理由としましては、まあとりあえず、まあ簡易テント、あの、まあ、登山とかのちょっとあのビバーク用といいますか、ちょっと緊急用の時に、のテントが欲しいなっていうのが一つあって探してたんですけど、ただあのちょっとこう山とかで、まあ、頂上とかで寒い時の、まあ、休憩とか風よけとかもいいですし、あとちょっとトイレとかね、トイレがない時とかにこれちょっとささっと立てて、これがすごいあの3点なんですけど、すごい簡易なので楽なんですよ。トレッキングポールですね、このトレッキングポールをあのポールにすればそのまま立てられるので、ものの数秒とは言わない、あ、これ日本語ありましたね、ものの1分とか2分ぐらいで立てられるので、まあちょっとこう、もしトイレがないところでね、あの模様をした時とか、そういう時にも使えますし、まあ、休憩用、風よけとか、あとちょっともし今遭難じゃないですけど道迷いをした時の、まあ、ビバーク用のにちょっと欲しいかなっていうので、まあそれで一応買ってみたんですけど、まあ、あまりに軽くて、あとちょっと何ですかね、あの人も寝れるぐらいのあの長さというか幅があるので、これちょっとテントとしてキャンプで使えるんじゃないかなと、もう本当あれですよね、究極のウルトラライトテントじゃないかっていうぐらいの軽さとコンパクトさなので、これちょっと使えるんじゃないかなっていうことで、まあ柄がちょっとね賛否ありそうな感じですけど、まあ目立ってもしビバーク用だと目立った方がいいのかなっていう、これちょっと目立たない感じもするので、まあでも山には馴染むのかなっていう気はしますね。はい、名前がね覚えづらいですけど、カモワッチテンチョ、テントとポンチョをなんかかけたというか感じで、カモフラージュのカモですかね、ワッチってなんだろう、カモワッチテンチョ、ワッチってなんだろう、まあ、なんかあるのかな、まあ、軽量簡易シェルターで使えてますね。バードウォッチング、野外観察に最適です。ああ、なるほどね。それでこの森と同化した、あれなわけですね。はい。まあ、ポンチョとして使うことはね、まあ、一応、レインウェアはあるので、まあ、ほぼないと思いますけど、まあ、基本的には、まあ、こういう、あのビバーク用として使うので、そんなに毎回頻繁に使うわけではないと思いますけど、まあ、こういう形で横が260あるんですよね。だから十分、ちょっとマットとかシュラフがあればもう寝れるということで、ちょっと冬はちょっときついかもしれないですけど、春先とか、ちょっとこれでね、このテントで、バックパックキャンプに行ってみたいなっていう感じはしますね。はい。で、まあモンベルなのでね、しっかりしてそうですし、これはちょっといいものを買ったのかなっていう感じはしますね。はい。それではちょっとまた、次の映像で、トレッキングポールを使って組み立ててみたいと思います。
はい、それでは組み立てまでの時間を見ていきたいと思います。それでは、あ、どうしようかな、スタート。ストップ。はい、だいたい約1分ですね。ちょっとチャックで手間取りましたが、頑張れば1分で立てられました。こんな感じでできました。結構ステルス的な感じ。おお、これちょっと中に入ってみましょう。さあ、中の方はこんな感じです。まあまあ狭い。若干狭い感はありますね。寝れるかなこれ。トレッキングポールでちゃんとできてますね。入ったらどうなる？入ってみましょう。狭いけど座れないことはない。こんな感じですね。結構こんな感じで近いといえば近いですね。ちょっとリバークできるかな、これ。まあ、こういう形でポールはこういう形で待ってますが、まあ、ちょっとトイレとか。まあトイレとかできないことはないかな。なんとか頑張れば。